松田学です。このところ、あの、ニュース解説となりますとですね、ウクライナとコロナということにどうも <laughs> 集中しちゃいましてですね、で、また、あの、その他の話題になりますと、やっぱり今の情勢ですと安全保障の問題になります。今回もちょっと安全保障、日本の安全保障についていくつかのニュースを考えてみたいと思いますが、まずちょっと、これはなかなか面白い話、面白いとはあれなんですが、我々にとって一番脅威の国は何と言っても中国なんですけども、中国からのマネーが流出しているって話がありまして、 2 0 2 0年、今年の1、3月期のですね、外国人投資家による株債権の売り越し額、売り越し額が4月1日時点の集計で384億円、これは約7400億円となりまして、市販機ベースで過去最大の規模で流出,がし,流出していると。まあ、このロシアのですね、ウクライナ侵攻して、ロシアの通貨や証券が暴落したことの連想でですね、強権的な政治外交姿勢の 国として中国への投資を見直す動きが広がりつつあるんじゃないかというニュースが流れていますでこれは前例のない流出だそうでして外国人投資家が新たな視点で中国を見ている可能性があるというあの国際金融協会 IIF というのがありますがそこが3月24日ウクライナ侵攻後に中国から大,大規模に招がり逃避したと分析をしています他の新興国からは流出が見られないので極めて異例の現象だと で、株と債券を合計しますと、1、3月の売り越し額が10、2015年のチャイナショックや20年の新型コロナウイルス禍の局面を上回ったということで、まあ、ここ数年、中国はの、まあ、中国自体の市場開放とかですね、まあ、世界の投資家が参照してます、投資指数に組み入れているということがあって、中国ですね。で、中国への証券投資が拡大してきたわけですが、 で主要な新興市場ファンドではです、ね、2008年の10%強から40%近くまで中国の、中国・香港株の組み入れ比率が高まっていたんですが、今般29%に下がったと、えー、いうことですね、で下がったのは、もともとコロナがあったんですが、IT に対する中国当局の規制ですね、それとウクライナ危機が重なったという分析になっています。えー、過去3年間、流入してきた資本が逆流し始めた可能性があるという市場の見方もあります。 中国への投資を見直す傾向はですね、これも,もしかしたら長期に及ぶんではないかということで、投資家がこれまで必ずしも重視していなかった政治体制とか価値観の違いというものに目をつけつつあるということですね。中国投資を積極化してきたある日本の主要な年金基金がですね、こう言ってるそうでして、中国による台湾侵攻の可能性を警戒する声もある中で、中国への投資を続けるかどうか議論しているということなんです。 で実際に投資資金の流れは変わっている変化しているようでして中国からは流出する一方で政治や経済の自由度に応じて投資配分を決める自由主義100進行市場指数というものがあってここに連動する ETF がですねに資金が流入しているということもあるようですもともとマネーのデカップリングというのは2016年頃から顕著で特にトランプ政権がでもすごくデカップリングの傾向が強まったわけでしてですね でこれはあ,のある程度、長期化する傾向だとするとです、ね、やはりこの経済面からも派遣主義に対しては脳を突きつけられている、まあ、本能的にマネーというかです、ね、市場というものは自由を望むわけですから、もともと派遣主義の中国にお金がこんなに入っていたこと自体が、まあ、異例といえば異例ということで、まあ、中国があの、まあ、いわゆる江沢民の上海抜路線から、 国家主義的な習近平路線にガラッとこう変わってきたことでですね、このいわゆる投資マネーとは馴染みにくい国になっているということも非常に大きいんじゃないかと思いますけれども、ただここにはもう一つ資本主義の新たなパラダイムっていうのができてきたかなと、あの、とにかく利益を、悪なく利益を求めてというものではなくて、価値観とかですね、政治とかそういったものが資本主義に色濃く反映すると、お金の流れに反映していく時代になったわけですね。 で、まあ、経済面でこうやって、えぇ、ー、派遣主義的な国が締め上げられていく。では、政治面でどうなのかと。この派遣主義にストップを政治がかけられるのかどうかということを、これがちょっと見てみたいと思うんですが、まずですね、このお日本の安全保障に対する脅威の一つとして、ちょっと北朝鮮から見てみたいと思います。えー、こんなニュースがありまして、ピョンヤンに破片の雨というこの北朝鮮のミサイルが爆発して、二人死亡したんじゃないかという。えー、このところですね、中国は、 えー、この相次いで,です、ねえー、4回の発射実験を行いましたが、失敗したとされる3回目の発射においてです、ね、これ、韓国メディアによりますと、ミサイルは上空で爆発して、破片が平壌市内に落下したと、で北朝鮮情勢に詳しい韓国の国会議員が言うにはです、ねえー、ミサイルは数キロメートル上空、肉眼でも見えるほどの高さで爆発して、その破片が平壌にまるで雨のように降り注いだということがあったというそうです。 で破片はあの北朝鮮の工作員養成機関であります、キム・ジョンイルですね、キム・ジョンイル政治軍事大学にも落下して、2名が死亡したという情報もあるということです。まあ、あのこの北朝鮮のミサイルに関して言いますとです、ね、われ我々が一番やっぱり脅威に感じたのが、3月24日に ICBM ・大陸弾道弾道ミサイルの発射実験を行ったことですね。 で最高国土から計算しますと、通常軌道で発射しますと、ワシントンやニューヨークのあるあのアメリカの本土の東海岸まで届くわけですで。日本では落下地点が日本に極めて近かったと、北海道沖でしたですね、危険だったという議論が多いんですが、今回の死者で一番の焦点はです、ね、北朝鮮が ICBM の弾頭のところの、ね、大気圏再突入技術を獲得したかどうかでありまして、ここが焦点なんですね。 あの令和3年版の防衛白書ではです、ねあの、長距離の弾道ミサイルの実用化のためにはです、ね、弾頭部の、えー、大気圏外からの再突入の際に発生する超高温の熱などから再突入を防護する技術について、さらなる検証が必要になると考えるつまり燃えちゃうわけですよね、でそれを防げるかどうか。 というふうに述べられてまして、でアメリカ本土に届く ICBM はまだ大気圏再突入技術を獲得していないと見ていたんですね。で、その有力な証拠が2017年11月に発射されました ICBM 火星15の弾頭がですね、大気圏に再突入した際に高熱と空気抵抗により3つに割れてしまったということだったんです。で、今回の発射でですね、一番注目すべきことは弾頭の大気圏再突入が成功したかどうかだと。 関係者によると少なくとも再突入後にいくつかに割れ,た割れるということはなかったとで北朝鮮があの米国の本土攻撃能力獲得の最後の壁というべき再突入技術を獲得したのかどうかこれからあの検証が待たれるところだそうですがただ北朝鮮が一歩一歩です、ね、進歩している技術が進歩していることは間違いないということです。 でこうなってきますとアメリカに届くと大,大陸弾大道ミサイルになったとすると核抑止力拡大,大核抑止がもうなくなってしまうわけですね。でまあ、北朝鮮がアメリカの本土核攻撃能力を獲得したとすればあるいはその直前まで来ているとすれば、まあ、アメリカの中距離核ミサイルの日本国内への配備とかです、ね、あるいは日本独自の核抑止,抑止力を保持といったことについて真剣に普通なら真剣に考えなきゃいけない。 こういう客観情勢がある。あの、朝鮮半島問題の専門家である西岡務先生もそうおっしゃってるんですけれども、これは、あの、議論は避けて通れないわけですね。で、ちなみにその際に、この、一つですね、あの、核拡散防止条約というのが、一つの壁になってるんですね。で、ただ、そうは言ってもですね、日本が今置かれている状況は、ソ連がアメリカ本土まで届く核ミサイルを完成した時の、 イギリスやフランス両国の状況だと,と同じだという、これも西岡先生の指摘です。で、この時ですね、まあ、あの、対戦後ですね、これは。この時、両国は、アメリカは、アメリカ本土を危険にさらして、他の国を守らないかもしれないと考えて、独自の核武装を決断したんですね。ですから、今、あの、イギリスもフランスも核保有国になっているわけですね。で、日本が核武装をしないことを約束しておりますのが、核拡散防止条約なんですが、 ただここはですね、こういうことが書いてあるそうなんです。異常な事態が自国の思考の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有するという条文があるそうなんですね。で北朝鮮の核による恫喝というのは異常な事態に当たるんじゃないかというのが西岡先生の提案なんですね。まあ、こういった議論を本当にきちんとしていかないといけない事態になっているということだと思います。 えーまあ、この北朝鮮の核実験、いくら非難したってです、ね、止められないのが国連、そしてこのウクライナの今回のロシアの侵攻も止められなかったのも国連だったんですね、この国連はどうなっているのかということなんですが、岸田総理はこの国連改革に非常に意欲を燃やしています、外務大臣時代に国連改革に携わった経験があるということで、日本が主導したいと。 これは3月13日の自民党大会で岸田総理がこう言ってまして常任理事国であるロシアの暴挙は新たな国際秩序の枠組みの必要性を示していると我が国は長年国連改革を訴えてきた岸田政権の下その実現に全力を挙げるというふうに述べているわけですあの安保理国連安,保理安全保障理事会では対ロシア非難決議案がロシアの拒否権、まあ、5カ国が拒否権を持っているわけですがこの拒否権行使で否決されました でこれを受けてアメリカなどが全加,盟国の全加盟国の参加による緊急特別総会の開催を呼びかけて、まあ、賛成多数で非難決議は一応採択されたという形だったわけですね。でこの国連改革の経緯を見てみますと日本は1994年に常任理事国入りへの意欲を表明しまして共に常任理事国入りを目指していますドイツ、ブラジル、インドと2004年に G4 を結成しています。 で2005年には G4 として常任非常任理事国の拡大などを掲げた決議案を提出しています。そして採決を目指したわけです。で、岸田総理はですね、外務大臣時代の2016年に外務省内に戦略本部を設置して体制強化を図っているということで、この国連改革への思い入れは強いというふうに見られています。 この G4 案の実現には、実はいろいろな壁がありまして、まず国連憲章の改正が必要なんですね。非常に道のりは険しいわけで、国連憲章の改正にはですね、加盟国の3分の2、つまり129カ国以上が賛成し、さらに全常任理事国を含む3分の2以上の国が批准することが条件なので、ロシアのような常任理事国が1カ国でも反対すれば改正はできない、中国が反対しても改正はできないという状況で、ガチガチになっているわけです。 でそこでどうするかということで自民党が国連改革の提案を提言案をまとめたようです、えー、ここでは安保理における拒否権の抑制を過去に試みたフランスなどと連携を強化するべきだという内容が盛り込まれたということですねでこの案ではですね拒否権の問題への対応を柱の一つに据えておりまして安保理の常任理事国であるフランスが2015年に 大量虐殺が行われている場合は、常任理事国が自主的に拒否権を抑制という提案をしたことがあって、これを重要な一歩だと、この提言案、自民党の外交部会がまとめた提言案では評価しておりまして、そしてフランスなどとの連携を強化すべきだと記しているということです。また、日本の常任理事国入りも見据えて、憲法改正の議論も早急に進めるべきだとしていると。 まあいうことですね、まあ、確かに常任理事国になりましたらです、ね、この世界の安全保障を脅かす、えー、っと,とんでもない国が現れたときに、これに対して制裁ということもやっぱり国連というのは決めるわけですよね。 その時に日本の国憲法はギリギリの憲法解釈によって自衛のための武力行使は認めているが制裁のための武力行使は認めていないわけですね。まあそういう国が安保理事会でどこまで発言権を持っているのかとかですね、これいろんな議論が実は憲法の問題も絡めてあるのかもしれないというのは確かかもしれません。えー、まああの、いずれにしてもですね、あの、この,この国連秩序というものそのものが まあ、ずっと機能してないわけです。で、この国連知事は機能してないことはですね、今回、あの、もしですよ、あの、まだ、あの、私はフェイクかもしれないので、その、100%信じてるわけじゃないんですが、ロシア軍によるウクライナでの虐殺ですね、これは人道に対する罪ということが、えー、この中立的な経緯ある機関から実証された場合は、これは、あの、確かにフランスが提案するような、えー、まあ、自由になるわけですし、 まあ、あの、ロシアがいずれこの何らかの形で常任理事国から外されるということはあってもおかしくないかもしれません。このまま行きますと。で、そうなりますと、この国連秩序が戦後秩序がガタガタとこれ、今揺らいでるんじゃないかなという感じがします。えー、戦勝国秩序の揺らぎが、今回のウクライナでも生じている可能性がある。で、そうなってくると、ここに最も、え利害関心を持つ中国がどう出てくるかという問題がやっぱり出てくるわけですね。 でいずれにしてもロシアや、まあ、中国、特に中国ですね、といった覇権主義的な全体主義と我々西側の自由主義陣営とは明確にデカップリングが起こっているわけでして、この言ったデカップリングの中で全体主義を抑止していく上では国連秩序とは違う世界秩序というのを作っていくしかないんですね。でそのためには日本が戦争犯罪国であるということを前提に作られた 現在の秩序自体を見直す上で歴史認識の問題はやっぱり避けられないと思います。もうすでにアメリカなんかの側からもですねあの日本が侵略戦争をしたのではないと、えー、日本は追い詰められたんだということについての理解を示す議論がたくさん出てきている、まあ、日本で報道されていないだけなんでですねあのメディアは反日的ですから、まあ、そういう状況の中で我々自身があの歴史認識を正しい認識を 日本国民自身が持たないとですね、この中国の脅威を抑えるだけの、えー、いわゆる国際的なレジーム、戦後レジームから脱却して、新しいレジームに移行するっていうのは非常に難しいんじゃないかなと、そういうった意味で日本国民一人一人の認識が問われているような気がいたします。えー、そしてですね、えー、この差は去りながら、新しい秩序ができるまでの間は、やっぱり日米同盟っていうのは日本の安全保障の基軸になるわけですね。です。 ただ、アメリカと日米同盟がキークであればあるほどですね、これはあの日本が自分,の自分の国は自分で守るということができ,できることは前提になるわけですね。えー、この安倍総元総理が3月26日付の産経新聞のインタビューでこう言ってるということで、 自民党は昨年秋の衆院選の公約で防衛費について GDP 比2%以上も念頭と明記しましたが当然でしょう。自国の防衛に努力しない国のために一緒に戦う国はありませんと語っているんですね。産経新聞のインタビュー。で、今回のロシアによるウクライナ侵略を見てもですね、ウクライナ国民が武器を取って戦っているから各国も武器供与などを行うのでありましてですね。まあ国民があっさりと降伏してしまえば誰も支援してくれないと。 ここれは当たり前のことですで先ほど引用した岸田総理の3月13日の自民党大会での発言でもです、ね、ロシアの暴挙を我がこととして捉え第一に我が国自身の防衛体制を見直し強化すると強調していますがただあの岸田さんは安倍さんのように GDP 比2%には言及していません。えー、ドイツでではショルツ首相がですね ロシアのウクライナ侵略を受けまして、GDP 比2%超に即引き上げると宣言したんですけれども、これとは非常に対照的です。具体的な数字に言及しますと、またあの、いろいろ野党から批判を浴びて、7月の参院選に有利でないと影響するんじゃないかこれもやっぱりですね、国益よりも選挙を優先している日本の政治がよくあられているなと。特に岸田さんその傾向が強いような感じが、どうもしないわけでもないのが残念なんですけれども、いずれにしても今年、 日本はですね、新たな国家安全保障戦略の見直しを年末に行う予定なんですね。ですから、そうであればこそ、この選挙に向けて国民に問うテーマとして国防力強化を掲げるべきではないかという指摘があります。これは、あの、えー、正論の発行人であります有本さんからの指摘がありまして、全くその通りだと思います。 じゃあ日本のむしろその参院選までに日本の安全保障の青銭線を示すとで、それを掲げて戦うということが、どうしも必要だというふうに思わざるを得ません。で日本を取り巻く状況は切迫しています。あのロシアは、えー、この北方領土で軍事演習を実施しましたし、北朝鮮は今年に入って相次いで弾道ミサイルを発射していますし、日本海はあたかも北朝鮮の実験場になっていますし、 東シナ海では中国公船による尖閣諸島周辺への領海侵犯が日常化しています。えー、この状況の中で日本自身が自国の防衛のために力全力を尽くさない限りですね、米軍は支援しないわけですね。参、えーまあ、政党も、えー、国民の眠りを覚ます参政党と言ってますが、今あの再びこの目を覚ます時期ではないかというふうに有本さんもおっしゃってます。本当にその通りだと思います。えー、そしてそこで えーまあ、あのそういう議論、当然あるわけなんですけれども、えー、この、えー、核を保有するかどうかということも含めて、えー、核戦略をどうするかっていうのが非常に重要なんですね。で、その議論をきちんとしているかどうかということが問われるわけなんですけれども、そこでですね、今一つあの懸念材料として出てきたのが、原発の問題なんですね。えー 原発が、今回のウクライナの、あれ、あの、ロシアが、まあ、本当かどうかわかんないんですが、原発政策を抑えたということに連想してあの、日本国内でも全国知事会が政府に原発の武力攻撃対策を要請しました。えー、全国知事会長の平井真司鳥取県知事があ、あの、3月30日に首相官邸で、磯崎官房副長官と面会しまして、 国内原発への武力攻撃に備えた対策を取るよう要請しています。で、これに先立って、福井県の杉本知事もですね、3月8日に、岸防衛大臣と、裏と面談しまして、原発が立地する霊南,南地域、これはあの、若の沿岸なんですが、ここへの自衛隊の配備を早急に実現するよう緊急要請しています。 杉本知事は全国最多の原発15基が立地していることを踏まえまして北朝鮮もミサイルの実験を行っており地元は今回の事態を大変憂慮しているとその上で万一稼働中の原発が狙われた際の迎撃体制に万全を期すこととことと難に自衛隊基地の配備をお願いしたいと求めていますただですねこのここまで来ますともちろん原発が攻撃を受けるのは大変な事態になるわけですなんですが え、迎撃で本当に100%防げるものではないっていうのはもう常識になっているわけですね。で、迎撃という、打たれ、飛んできたものを撃ち落とすということでは、あの100、えー、これあの、選手防衛の枠組みでそれだけ考えていると、ものすごいリスクが高いわけです。で、こちらがどれだけ技術的なものを向上させても、向こうはそれを上回るものを考えてい,くいたちごっこですから、とにかく選手防衛では、えー、安全を守りきれないと。 いうのはこれ軍事的な常識というのが非常にはっきりしてきていましてで、やっぱりそもそも相手国に日本に撃たせないということをするしかないんですね、えー、原発施設を守るためにも、私はそうだと思います、そのためには向こうが撃ってき,撃ってきたなら、我々は打ち返して相手にものすごい打撃を与えますよという状況を作るしかなくて、えー、こういった、あのーまああのー、抑止力というのをです、ねえー、しか方策はないというふうに思います。 えー、そこでですね、あのこの核の問題、どうするかということに当然なってくるんですけども、えー、前統合幕僚長の河野さんが今こそ核共有の議論すべきだと問題提起をされています、えー。このウクライナ戦争はそもそも戦後世界を、戦後世界が信じて疑わなかった安全保障の前提というか常識を大きく覆したわけなんですね。 第一に核管理を支えてきた核拡散防止条約 NPT 体制の実質的な崩壊ですで。この体制はアメリカ、中国、イギリス、フランス、ロシアの5カ国以外の核兵器の保有を禁止する条約なんですが、つまり5カ国に核の管理を全面的に委ねて、 核兵,器の核兵器の核戦を防ごうとするものなんですがその前提は核保有国である5か国が責任ある大国であるので非核保有国は安心するようにというものだったわけですねところが今回はロシアのウクライナ侵略がその前提を崩れが崩れたことを白日のもとにさらしたと河野さんは指摘していますもう一つ指摘しているのがアメリカの対応でしてですね1991年の湾岸戦争これは当時のイラクのサダム・セイン大統領隣国クエイトを 侵略したことによって起こったものでした。当時のブッシュ大統領、父の方ですね、は、これを放置すれば冷戦後の国際秩序は崩れるということで、アメリカを中心に多国籍軍を編成しまして、1ヶ月でイラク軍をクエイトから放置しましたで。今回のウクライナ侵攻でもロシアが自国の安全保障を名目に、隣国のウクライナを侵略したと。 で事象としてはイラクのクウェート侵略と何ら変わり得ない。私もそれ思ってましてね、あの、なんでアメリカが当時と同じ対応しないのかなと。これは素朴な疑問なんですよね。で、アメリカ、この、何がアメリカのこのクウェートの時とイラクの時と今回のウクライナの時との違いをもたらしたのかというと、これ明らかにロシアが核対核保有国なんだからなんですね。 つまり、我々は核戦争の可能性を考慮して軍事介入しないアメリカというのを戦後初めて見ることになったということなんですね。で、我々にとって最大の脅威は中国なんですが、中国はロシアと同様にですね、この核拡散防止条約 NPT 体制を支える核大国であります。世界の最前線、世界の安全保障のかつて最前線だったヨーロッパでは、 かつて、ドイツ、ベルギー、イタリア、オランダの4カ国が、アメリカとの核シェアリングを選択しましたで。これは核使用に関する判断をアメリカと分かち合おうとするものでした。で、この米、今は米中対立の枠組みで、今や世界の安全保障の最前線にいるのが、当時のヨーロッパと同じ状況にあるのが日本であります。 この状況を踏まえて、核シェアリングについても議論する場面であろうというこのさんの指摘もまた、誠にごもっともだろうと思います。ただ、核シェアリングが答えなのかというと、必ずしもそうではないかもしれません。 あの、当研究所の小山拓也さんは当研究所の番組で前にもおっしゃってましたけれども、えー、例えば日本の場合、あのアメリカと核シェアリングをして、えー、このミサイルをですね、国内に配備したらおそらく何かあった時にそこが攻撃のターゲットになってしまうだろうと。まあヨーロッパと日本はあの地政学的にも異なっていると。日本は大きな海洋に囲まれた国なんであるから、まあそれこそ SLBM、潜水艦からですね、いざとなったら、この、まあ、いわゆる反撃ができるという体制を作るというのは一つ考え方だし、それはあの、我が国の主権として行うべきで、日本は核保有をすべきであるということを高らかにおっしゃっておられます。えー、ということで、まあ先ほどの原発の話にちょっと戻りますと、えー、そもそも、 核攻撃だけでなくて原発自体が安全なのかという議論が結構出ています。え、この例えばですね、この武田邦子先生が当チャンネルでも言ってましたが、あの、震度6以上の地震には原発というのは基本的に耐えられないと。だからヨーロッパなんかのように、そういった地震が来ないところに基本的には各国とも立地していると。そういう地震が来る可能性があるところに原発を立地しているのは日本と台湾ぐらいだという話もされていたんですが、 ま、あの、それはそれとして一つの意見だろうと思います。これに対して、この奈良林さん、奈良林先生が、当チャンネルでも原発について発言されてますが、それはそれでご覧いただけると思いますが、こんなことをおっしゃってます。今回ですね、あの、3月21から23日に、政府が東京電力管内なんかに電力需給逼迫警報を出しました。で、この背景にあるのはやっぱり再生可能エネルギーなんですね。 太陽光や風力発電は変動電源と呼ばれてまして、出力低下を補うために、それをですね、火力発電所が補って時給調整をしているんです。で、これでは二酸化炭素の排出を効果的に減らすことはできませんし、時給調整がうまくいかないと大停電を起こしかねません。で、東京電力管内のピーク電力供給量力は4500万キロワットル。 なん,ですね、でなんといってもその中で大きいのが総出力1,777万キロワットと電力シェアの39%を占めるのが何でしょうか太陽光発電なんですこれは100万キロワットので原発14基分に相当するともうすでにそこまで太陽光発電に依存しているわけですで福島第一原発事故の前に東京電力は17基の原発を所有していたと。 えー、事故の時、首都圏が大停電を起こしませんでした。計画停電をやりましたけど、大停電を起こしませんでした。臨番停電でしのげたわけですが、その理由は、新潟県の東京電力柏崎刈羽原発から首都圏へ電力が供給されたからだったんですね。で、1777万,17万キロワットの太陽光発電は、えー、鈍天になりますと、 え、曇ってしまいますと、わずか170万キロワット以下に低下してしまうそうでして、早朝と夜間はゼロになるということで、まあ予備電源がいろいろあるとしても、結局火力発電所が電気を供給しなければ停電になってしまうという状況になります。で、その、その火力発電所がですね、えー、福島県沖を福島県沖を震源地とする地震で被害を受けて、 そう,う警報の状態になったと。まあ、いかに日本が今、エネルギーの状況が不安定な状況にあるかということを示したわけですね。で、この電力需給の逼迫が日常茶飯になりかねないという状況ではですね。 太陽光発電の不安定性を吸収するためには、やっぱりこの柏崎火力原発の早期再稼働が必要ではないかと奈良橋先生はおっしゃっています。7機で825万キロワットの世界最大の原子力発電所であってですね、6、7号機は地下に大きな要塞が建設されていて、非常電源、注水設備、安全停止用の制御盤 放射性物質を腰取るフィルターベントも設置されていて、航空機テロにも自然災害にも強くなったと。すで既に再稼働した西日本の原発も同じ強靭化対策が施されているということなんです。だから、現状のように火力発電所に頼っているということでは、やっぱり地震による脆弱性がある。 もちろん、震度6以上の大地震になりますと、原発も危ないかもしれないけれども、今、かなり、この、この、いわゆるリスクに対するですね、え、まあ、あの、対応というのはなされていると。まあ、専門家が見るとですね、相当なことはなされているんで、じゃあ、どっちが本当にリスクが高いのかっていうのは、技術的によく研究してみる必要があるんじゃないかなというふうに思います。え、まあ、あの、で、もう一つですね、安全保障として、 現実の,もあの安全保障で一番この今重要なのはやっぱりサイバーなんですね。基本はサイバーです。もう安全保障の6割以上がサイバーだという話もあります。 でそこでですね、まあ、あの中国との彼れの軍事力を見ますとです、ね、現実に中国の核弾道ミサイルはです、ね、日本の主要都市を全部ターゲットに収めているという状況にありますし、物量ではもう中国にはかなわない状況にあると言っても過言ではないかもしれません。でそれに対して、やはり質的な面でどれだけ日本が ま、非対照的な軍力を持つかというのは大事だというのは、先般の参議院議員の自民党の松川るい議員もおっしゃってましたけれども、このチャンネルでおっしゃってましたけれども、この非対照的に圧倒的な力をつける上で、サイバーは一つの選択肢になりますが、日本の状況は極めて心もとないわけですね。ま、このもとで、先般日銀と金融庁が地方銀行などにサイバーセキュリティ体制の点検を行うことになりました。 このウクライナ侵攻を受けてサイバー脅威攻撃の脅威が今もすごいサイバー攻撃を受けてますよね。で、日銀は今年度から金融庁と合同で地方銀行などのサイバーセキュリティの体制について重点的に点検することになりまして、500ある地域金融機関を対象に実施すると。やはり大手と比べて地域金融機関は IT 投資が遅れているということで、日銀としては今回の点検をきっかけにセキュリティ対策の強化につなげたいということなんですね。 え、ま、金融機関がサイバー攻撃を受けますと、金融機関自身の業務だけではなく、顧客企業や決済も含めて広範囲に影響を及ぼす恐れがあると。ま、管理体制を丁寧に点検する取り組みを進めていきたいというふうに日銀は話しているということです。 えー、ただ、あのー、これ、もう確かにこういう面がありました。あの、これは、あの、別に金融機関に限らず、大手企業はセキュリティ対策をにコストをかけられるんですが、中小、零細企業はそうもいかない。しかし、ネットは全部繋がってるわけで、どっか一箇所ぜいたなところに穴が開けられると、ありの一欠って言葉がありますが、一挙に広がります。で、これは、あの、コロナの感染拡大よりもっとすごいスピードで、えー、このお、えー、セキュリティ上の、えー、安全が脅かさ,脅かされる。 え、ランサムや攻撃とかいろんなありますよね。で、そういうことを考えますと、やはり国全体、ナショナルセキュリティとして考えなければいけないんですが、しかし問題はですね、サイバーセキュリティの最大の要は何かに、ね、何かといいますと、攻撃能力なんですね。これは国際常識になっていまして、で、日本は選手防衛という枠組みがありますから、日頃から不審なサーバーをサーチすること自体が、 これはもう不正アクセス禁止法もありますし、通信の秘密とあの電気通信事業法の制約もありますし、そもそも根本的に選手防衛という、まあ、武力行使にも当たりかねないということで控えられているという実情があります。で、もう攻撃されたら一瞬で終わりです。えー、選手防衛というとあの、もう攻撃されたと認識された瞬間に、えー、対応してももう遅いんですね。 攻撃される前に対応しないといけないという問題まで実はだからこのように考えていきますと、技術が大きく変化していますと、安全保障の概念も変わっているわけですから、あの、防衛と自衛という概念も大きく変わっているわけです。そのことを踏まえた積極的な議論をちゃんとやってですね、これを、まあ、与党であればですね、ちゃんと国会、あの、今度の参院選で示してほしいですし、 まさ、あ、に、賛成党はこれちゃんとですね、こうやって私が申し上げているように、国防が大事であるということは、ずっと言っていることなんですね。国の守りということですね。まさにここで国民にきちんと、国民の危機意識も高まっていますので、それに応えた、国民を安心させるですね、具体的な提案を参議院選で戦うということは大事ではないかと思います。どうもありがとうございました。